トヨタアクア VS 鈴木アルトガチンコ2台比較、究極の車選び133。燃費で頂点に立つ2車種を比較。今の車選びでは、従来にも増して燃費が重視されている。燃費が優れていれば、二酸化炭素の排出を含めて環境負荷が抑えられ、ユーザーの経済的な負担も軽い。さらにエコカー減税も施行されているから、燃費を基準に車を選ぶユーザーが増えた。そして燃費の優れた車の頂点に立つのが、トヨタアクア。鈴木アルトだ。売れ筋グレードの JC08 モード燃費は両車とも37クムル。国産乗用車では最高の数値を達成した。ただしメカニズムは異なり、アクアは直列4気筒 1.5 リッターエンジンをベースにしたハイブリッドを搭載する。アルトは軽自動車で低燃費技術と軽量化によって燃費を向上させた。今回はこの素性が異なる2車を比べてエコカー最前線を探ってみたい。トヨタアクア VS 鈴木アルト、エクステリア比較。まずはボディサイズだが、アクアは全長が 3995mm、全幅が 1695mm の5ナンバーサイズで、全高は 1455mm に収まる。は全長が 3395mm、 全幅は 1475mm で、アクアに比べると 600mm 短く 220mm 狭い。全高は 1475mm だからアクアよりも 20mm 高い。ホイールベース、前輪と後輪の間隔は、アクアが 2550mm を確保して、アルトを 90mm 上回った。このボディ各部の数値は、外観にも影響を与える。アクアは、全長が長く、全幅もワイドで、天井は低い。フロントウィンドウを寝かせ、鋭角的でスポーティに仕上げた。フロントマスクもシャープな印象だ。アルトは軽自動車だからボディが短くて背が少し高く塊感を持たせた。フロントマスクはメガネをかけたような独特の表情で個性を感じさせる。両車ともにコンパクトなボディを活かして小回り性能も優れ、混雑した街中や狭い駐車場でも運転がしやすい。